はい、やつおいはじめので、うん、神戸って言ったら、うん、もう喫茶店、うん、ここに尽きるんですよ。そんなイメージある？でもほんまにそうやん、うん、あ、そうです。喫茶店、カフェとバーがむちゃくちゃ多い街。多いっていう。ごめんなさい、初耳で。そう、あんねん。クラシック音楽静かの店っていう、いや、ザ神戸本当に三宮の駅前にあって、なんかゆっくりできるという評判なんで、ぜひちょっと一回行ってみたいと思います。これ気になるな、高いがうまいお菓子。確かに手作りのチョコレートケーキですね。チョコレートケーキなんや。あ、これか。スモートのセットで、まあ、アイスクリームは、はい、フランチトーストみたいな感じですか？フレンチアイス。どういうこと？どういうこと？フレンチアイス、ちょっとなんですかね、卵黄が入った、ちょっとこう、黄色っぽい昔ながらのアイス。最近はもうちょっと白い。そうか、じゃあ、フレンチトーストのフレンチだと思った。じゃあ、普通の。じゃあ僕、アイスクリームセットにします。セットなんかないんじゃん。スクープ完璧。あ、はい。セット作んなって。セット作んな。もう2アウトやで。早かったな。早いな。あ、じゃあ、俺コーヒーゼリー行こうか、じゃあ。うんうんうん。で、じゃあごめんです、これのセットで、始める D がアイス、アイスとチーズケーキセットで、アイスとチーズケーキセットで、あ、まあ、一応飲み物なんですけど、まあ、はい、差し出します。あ、いいですか？そうです。チーズケーキセットはそうそう、基本的にお飲み物なんで、あ、うん、あ、2つでいいですよ、別々で、いいです。チーズケーキとコーヒーのセットと、アイスクリーム、アイスクリーム、なるほど。太ってるってことだよな、だから。違う。だからほんまにあの人今困ってあったから、俺がマジで違う。あ、そうやね。俺も怖かったし、アイスとケーキをセットって言い出したんかなと思って。だそもそも喫茶店のシステムね、あの理解してない人だから。そうわけない、俺が。そう。で、うちも僕が3代目みたいな感じ。すげえ。30年住んでる。ずっと流してんねんね。めっちゃええよな、それが。こういうカップを飾ってるという。こういうカップかって。これを見たらワイングラスができたんかな、だからこうやってワイングラスこうやって刺すやつあるやん。あるあるある。あれのこれパブでなんかお客さんがなんか自分のカップ持ってかけるみたいなあんねん。マイカップ。アイリッシュパブで。すごい。ちょっとゴージャス。何をしてるって今思われたくて。この子をいいカップでとか言えるわけよな。あれで飲みたいっていうのもある。ですよね。ああ、そうなんです。江戸切子みたいな感じや。日本酒でいう。そうなの。そう教えて、それで。まあ江戸切子っていう有名なおチョコがガラスでできた。はいはい。でそれで飲んだ方こう選んでるみたいな。でそれ江戸切子によらへんと思うよね。普通にどのおチョコにされますかってバーッとおチョコが山になってて、そうやってそれをお客様が選ぶっていうのはあるけど、その中に江戸切子があることあるかもしれないけども、江戸切子だけでそういうっていうのはないと思う。それのこと。うん。まあ俺と同じことやろうとしてできへんかった。言うな。アイスクリーム、卵黄がたっぷり入った懐かしい味、あの頃を思い出すな。今そう食べてた、なんか胎児を思い出す、昭和の時代を思い出すわ。胎児だったら昭和やったからさ。ちゃうやろ、平成生まれやねんから。平成生まれから昭和平成2年やもん。そう、全然平成やから戸月10日やから。コーヒーゼリー、苦味のある本格的なコーヒーゼリーの上に先ほどのアイスクリームが乗っています。最高の組み合わせ。ちゃんとコーヒー苦味がありまして、香りとでバニラアイスとで上に2粒ほどアーモンドがスライスが乗っておりまして、その食感も非常によろしいです。うま。店長さんが目の前で入れてくれるコーヒーは6種類の中から
好みのものを選べます。リッチな気分が味わえる。コーヒー似合うね、やっぱホットコーヒー。はい、重めっていうのがすごいわかります。いいぞ、うん、あの舌全体にこうどっしりと、うん、あのほんまやっぱ焼くすぎ、あーどっしり思ったよ、ね、もうほんと根、ね、を根がすげえやん、根を、いやほんまそういう感じで何年あんねんっていうぐらい、うん、あの舌全体にまとわりついてくるこのなんかちょっと刺激っていうかこう苦みの感じ。 なんか考えてるんですか。T シャツ買うと、 T シャツ買うとしたらヘインズかなって頭の中真っ白っていうことでいいですか無地っていうことでいいですか。うん、あ、程よい苦味ですわ。確かに僕あんまりこう苦いカフィっていうのはあんまり飲まないんだけど、コーヒーでいいよ。うん、あのコーヒーなんか大体アメリカン薄めのねカフィがいいんだけど、コーヒーでいい。今回のカフィはコーヒーでいい。めちゃくちゃカフィです。あもうカフィです、はい、高いがうまいお菓子。2層に分かれたチョコレートケーキ、コーヒーと一緒に食べればもう夢見心地。硬いね。カラーのコーヒー、しびれるぜよいしょ。教えてほしいな。だからチーズケーキ、シンプルなだけにクオリティの高さが際立つ一品。お好みのソースを添えて。スプーンだ、すいません。スプーンはわかる。あ、使えてるな。チーズの甘酸っぱさっていうか、そういうのがあって思い出すな、過去の恋愛。ちなみにいつのことを思い出しました19の時に付き合った女の子に、うん、関空まで迎えに来てっていうのを無賃で言ってたあの時代に思い出す高速代も自腹で払ってて、それを5回ぐらい迎えに行った時の自分を思い出すわ。甘酸っぱそれぐらい。距離1075キロ、費用46,500円のアジメロディの恋は叶いませんでした。純粋に生えてると思うのか。純粋に収穫終わったの。収穫違うね。秋ちゃうねここだけ今日は豊作や言うてないね。今年は豊作だって。ライトの定位置違う、スパイクよく違う、ね、めちゃ良かったです。素晴らしい。デートにも最高、うん、てか飲みできるし、なんかほんまなんか街中にあるように思えへんっていうか。確かに確かに、喧騒を話す、うん、そうやな。そう赤根屋さんに来てみてください。はい、はい、5枚以内になってよろしいですか。ゆとり神戸、ゆるゆるゆとり神戸。